こんばんは。こんばんは。ゆみりんが10時半をお知らせします。今歯を見たのはさっき晩ご飯でお好み焼きを食べたので、ちょっと泡がついてないかなって思って、ちょっと配信で確認してみた。ドボン花誰のために咲いているのだ。そう、アロイチェック、今日は三菱さんの三菱広島フェスティバルに瀬戸セブンで出演させていただいたので、そのそこのお好み焼きかなをいただきまして、晩ご飯で食べました。イエーイ。お、急いで帰ってきました。お帰りなさい。そう、髪型がね、可愛いんですよ。可愛いんですよ。今日はじゃん、お団子。ちょっともう取れちゃ、めっちゃ取れちゃったんだけど、見て。メール取ってくれてる人は、あとでツイートしよう。じゃあ、そう、今日はそう、割とね、そう、一応公式でも告知はしてなかったし、まあ社員さん向けのイベントでしたね。そうだから、そうちょっと迷ったんです。これずっとこの髪型がしたくって、まあ ST を知らない方がたくさんいるだろうから、まあいつものストレートで編み込みヘアにしようかなって思ったんですけど、やっぱりこう夏なので、夏そう、あと久しぶりに手縫い衣装を着たので、そうなの。だからちょっとあの衣装めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。だからちょっとだけなんかちょっと可愛くしてみようと思って社員さんとか、あと社員さんのご家族さんとかが主にそうわちゃわちゃするフェスティバルだったのかな。フェスタ、フェスティバル、どっちだっけな。ちょっと、ドボの花は誰のために咲いて、あ、携帯がむちゃくちゃ熱い、むちゃくちゃ熱い。フェスティバルだ、フェスティバル、お祭りですね、フェスティバル。かわいいよね。かわいいからちょっと、そうだじゃん、いろいろ持ってきてみた。なんかつけたらかわいいかなと思って、なんか何がいいんだろう、これかどうかなティアラ、じゃん。実はこんなものを持ってます。私今開けたのを見た通り一回も使ったことないです。でもなんか可愛くって、いつか握手会いつか握手会でつけたいなと思って買ったんだけど、なかなかそんな機会は訪れず。ティアラ、そう、お団子にティアラ可愛くないですか。ここに、しかもこれちっちゃいから、なんかこの辺にちょこんみたいな、一番前じゃなくてね、横にみたいな。なんだろう、シュシュとか可愛いかな。シュシュ、ここにどうですか。これとかいいかな。あ、髪型似合ってるね。ありがとう。ありがとう。あ、タワーが、タワーが立った。ニャニャトシさん、ニャニャトシさん、タワーありがとうございます。わっしゃいわっしゃい、ありがとうございます。
ゆにゃっとした。ありがとうございます。まあ、つけたところで私いつも配信ここで切れちゃうからどっちにしろ見えないんだけど、こんな感じ。そう、目は治りました。今日目がむちゃくちゃ痛くって、そうなんです。目薬を買いました。アメトーク見た見た、めっちゃ大興奮。今日は暑かったですね。暑かったです、皆さん今日は暑かったですね。そう、鉄道ビッグ4にね、そんいつかね出演できたら嬉しいですよね。部活中倒れそうになった。お水飲んでいっぱい。暑かったね。楽屋でなんか瀬戸セブンの楽屋って割とここで何かをするっていうよりみんなで何かするんですよ、いつも。そう、めっちゃ楽しかった。そう、これのレッスンも一回あったんだけど、なんかすごいなんか YDK と言いますか、私たちすごいめちゃくちゃ騒ぐしめっちゃノリのいい人たちなんですけど、そのレッスンの休憩時間みんなでわーってやってるのに、なんかレッスン始まったらみんな結構本気でやるっていう。そう、あんまり、そう、みんなね割とレッスンからね全力でやる。そう、オンとオフそうがすごいと思うから、すごいレッスンもすごい楽しかったし、だからそうだし本番も楽しいけど本番前も楽しかった。それがセットセブン、そう、それがセットセブンですね。また課外活動公演あったらいいよな。楽屋とか絶対楽しい。もうなんなら朝から夜公演なのに朝からいてもいい楽屋に。うん、なんか明るさが一個落ちた。とりあえずも全力、休憩も全力で楽しむ。そう、セブン大好き、ありがとう。そう、なんかショールームの写真が変わったみたいでね。もう船広島港おらんよねらしいですね。なんかもう愛媛にいるっぽい感じですね。うん、楽しみ。明日は今治公園です。そう、令和1年バージョンになりました。今治で見たよ。そうなんだ。
明日1公演しかないんだね。私もっといっぱいあるかと思った。ついてるよ。愛媛って温泉の愛媛で道後温泉、うん、そう、道後温泉に浸かりたいな。多分日帰りだろうなね。今治でだからいっぱい公演したいですね、連チャンで。そしたらね、道後温泉入れるし。のんちゃんの祝いユミリンが最後。そう、私ね一日遅れておめでとう言っちゃったの。あ、のんちゃんお誕生日だって。のんちゃんのお誕生日になって、マイヤンさんかわいい、ウェディングドレスかわいい、綺麗、美人さん、美人さん整ってるわ、目うるうる。そう、のんちゃんの、そう、なんか遅くなってごめんねって言って、のんちゃん大好きだよって。滝野さんもそのうち着ることになるね。え、私ウェディングドレスは白がいいんです。そう、でもあれも着たいんだよな、ウェディングドレスじゃないやつ、なんか白い和装な感じのやつも着たいんで。そう、でも当日着るってなると結構お色直し大変だから、前撮りでその和装は着て当日は着ないかな。白むく、そう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 、それっていう、なんかもう計画立ててる。賢いって、ありがとうございます。そう、前撮りだけ。あとは前撮りで夢の国でプリンセスになって前撮りをしたいですね。そう、でも別にこれはそのお相手がいたとしてもいなかったとしても、なんか若いうちに撮りたいな、そのプリンセスになっての写真は。もう最悪別に一人で撮る。うん、なんでわざわざ千葉に行くんだよ。え、だってそれは日本に千葉にしかないから、そこの国は千葉にしかないんで、千葉に行きます、取りに。はい、王子なしでも、そう、王子なしでも別に一人で撮る、なんか別に、そう、結局は自分が撮りたいんだよね、誰かと何かしたいとかじゃなくって、別に自分が撮りたいから。そう、何のプリンセスになりたい、うん、でもやっぱりシンデレラ城の前で撮るんだったらシンデレラじゃない。でもラプンツェルも好きで、そう、だからまあ最悪5着ぐらい着たいですね、うん。あ、奈々さん王子、それはめちゃくちゃ、それはめちゃくちゃいいね、本当に。それは最悪とかじゃなくて最高、奈々さんだと嬉しいね。タキシードの奈々ちゃんとドレスの意味でいいかも、いい、それはめちゃくちゃいい、それはめちゃくちゃいい。
そういう写真集を出してもらうしか。え、そうだよね。それな。え、そうだよね。でも奈々さんのドレスも素敵だと思うんだよね、私は。うん、素敵。背的に私の方が背が高いから、別に私が髪チャッとしてこう結んで、奈々さんがこうふわふわっとして、私がタキシード着てもいいよ全然。今170ぐらい、164です。うん、僕が君を守るのをだから、最近ナナさんのプライオリティをよく聞く。あれかっこいいよね、びっくりするよね。僕の彼女も僕より背が高い。ああ、まあでも別に男性の方が背が高くないといけないっていう決まりはないから、確かに別に奈々さんがタキシードでもいいね。確かにそれな。164センチって低いね。でしょ、低いでしょ。なんかよくでかいって言われるの。まあ人それぞれだよね。うーん、娘が小6で170だって困ってます。え、困ってるの。まあ確かに成長が早いから服がね追いつかないよね。でも逆に小6で170あったら中学生の時に服1個でいいんじゃない。だから中学生でさ、めちゃくちゃ伸びたらさ、最悪制服をさもう1着買わないといけないじゃないですか。そう、モデルになれる。確かにモデルになれる。そう、傷つくから低いって言わない。え、別に私は背が低いことがいけないことじゃないと思うし、それも魅力ですよね全然。あ、でも私の弟も小6で170あったよ確か。一緒だね。男で168なんだ。全然全然。うん、背高い人は低くなりたいって言うね、言うよね。で、して低い人は高くなりたいって言うよね。そう、弟と仲いいんですよ。なんか昨日も弟のインスタを見せてもらってた、ずっと。私インスタしてないからさ、今のこう学生が、中高生がインスタグラムをどういう風に使ってるのとか、あと私まあいずれインスタグラムしたいから、なんかインスタグラムってなんかどうやって使うのっていう感じで。そう、見せてもらった。めっちゃ、てかよくインスタはね、よく見せてもらうの。そう、え、てか弟はそんなに投稿はしてないかな。でもなんか、そう、多分弟のインスタのあんこが可愛くってでもなんかそう、鍵がつけれるのインスタグラムは。うん、みたい。まあもし見つけても探さないでください。そう。
多分だから皆さんは多分見れないと思う、鍵みたいなのがついてた気がする。他の人は見れないよって言ってた。そう、本当にアンコスタグレもそんぐらいの勢いだった。でもなんか弟のインスタを借りて、弟のインスタの投稿を見るんじゃなくって、その弟の友達の、だから弟のタイムラインかなを見てる。そうで、へえみたいな。やっぱりなんかプリクラを乗せる女の子はへえみたいな。やっぱ私たちもさ、高校生の時よくプリクラを撮ってたから、だからそう、だからうん、あ、今の子もインスタに、インスタっていうか、まあ SNS にプリクラ載せるんだなって。って感じ。あとはなんか、なんだろうな、どういう写真を載せるかとか、なんかインスタストーリーとか一緒に見てたと思う。だから、あ、なんか最近のやっぱり中高生はブーメラン機能をすごく使うっていうのを弟のインスタで学びました。ブーメラン機能女子ね。でも私インスタをしてないから、うん、プリは信じるなってばあちゃんに言われた本当に。でも最近の加工アプリはなんかすごいプリクラ並みに変わっちゃう加工とかあるから、なんかもはやもう、いや、プリクラとかは変わんないよねみたいな感じの加工もできちゃうから、普通にこの携帯の加工で。ブーメランっていうのはなんか、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、ブーメラン機能っていうのがあるんですよ。私もじゃあインスタ始めたらブーメラン機能で載せるね、これがブーメランだよってうん、始めてよね。でも私は一応なんだろうな、うん、勝手に始めれる立場ではないので、残念ながらそうなんです。このメンバーツイッターしないのか。それもね、なんかしたいからできる問題じゃないから、そうなんだよ。多分本人に言われても困ると思うし、ちょっと私に言われても困るかな私何の権限も持ってないんで、そう、残念ながら。でもね、そういった SNS ってね、いろんな人が見れるから、いい意味でもね、いい意味ではいろんな人に知ってもらえるし、うん、まなぶくんに言わないとな。そうですね、もし本当になんでだよ、うわーってなるんだったら、ぜひ支配人部屋に行ってみてほしいです。でも多分大人の方も理由なく禁止してるわけじゃないと思うから、何か理由があるんだとは思いますけどね。うん、はい、その理由を聞いて納得してくださいメリットとデメリットがあるからね。まあそうですね、うん、
何事にもメリットとデメリットがあるから難しいよね。メールがあるか、そうなんかね。あ、ほくろかわいいね、ありがとう。これかな。ぼちぼちでいいんちゃうかな。そうだね、ぼちぼち、ぼちぼち。きっとメリットとデメリットの割合が、メリットの方がめちゃくちゃ多、割合がすっごい多くなったらきっとみんな始めれると思うよ。わメールがあれば俺は満足。ありがとう。ハーレー、わかんない、私バイクは詳しくないのでわからないです。フォロワーからダイレクトに連絡できちゃう。確かに、なんかインスタグラムはフォローしてるしてない関係なしに確か DM が送れるんですよね。なんか私のやってるツイッターはお互いフォローしてないと送れない設定に私はなってるんで、知り合いしか DM がもし来るとしても本当にお互いフォローし合ってる人しかできないんですけど。まあ、もし本当に本当に本当に私にしか言いたくないことがあったらぜひ握手会で2人きりで話しましょう。でやっても8月までないんだよな。本当に本当に本当にこれはどうにかしたいよね。11時になったらツイートします。あと1分だ。好きな人って言いに行くの、全然好きな人って一言言いに来てくれても嬉しいし、そうなんです。6月にサードが出て握手しとかない。でも6月にサードだったらもう多分 MV を撮ってると思いますよ私たち。ちょっと STU 嘘つけない子多いんで、多分なんか多分もう MV 撮ってたら多分なんか皆さん察してると思う。なんか選抜発表があったのとか、なんか MV この日だったのとかみんな知ってそう。しかも毎日アイドルの子が多くてさ、毎日ショールームする子が多いからさ、余計 STU 分かるよね。なんかお、11時になりました。それではツイートします。7 6 5 4 3 2 1。あ、来た、いいね、ありがとう。ツイートを待って、完全を待って、来たよ、来た。トビピンさんゴージャス、スキピスキピン、本当に可愛くて死ぬほど好き。春は来るはず。来たよ、お疲れ様、お疲れ。デュエ賞めちゃくちゃ可愛い、メンツだな。そう、デュエ賞が可愛いよね。リツイートしてありがとう、テーフ。
だんご巻き巻き巻き髪に合うに、あ、花さんがいいねしてくれた。松岡花さんがいいねしました。嬉しい。そう、巻いてたのか。夏っぽい衣装に髪型です。素敵ですね。可愛すぎる。そこ転がる石で高揚げしてしまった。そう、今日は転がる石をしました。なおちゃん、そう、お、1万人。え、はっ、いいペースですね、皆さん、いいペースですね。いいですよ、このまま行くと朝配信ができます。私、やったー、もう見なくていいよ。なんちゃんに会えてる、会えてないの。髪型に合ってる、髪型好きね、嬉しい。もうほら見て、巻き髪取れちゃったんだけども、可愛い。お団子ハーフアップ、この衣装の滝野さんが好き。意味が最高に可愛い。巻き髪読みじゃいつもより大人っぽく見える。お疲れ様、ありがとう。フェスティバルお疲れ様でした。ウェーブ巻き巻き大好き。スコスコ丸小池の足、僕も使ってます。ありがとう。今日も最高に可愛かった。エル巻き可愛すぎです。読みになってんのか。お疲れ様。ウェービーのコメント、髪飾りが可愛いき。お疲れ様でした。ユニット活動もいい、ね、やりたいよね、また。うん、4時半に起きてメイクして5時から配信。え、もうメイクしないよ、そしたら。うん、瀬戸セブンのわちゃわちゃ感めっちゃウケ。ありがとう、ありがとう。ゆみ、目大丈夫？うん、ありがとう。もう大丈夫かな。ノーメイクマスク着用だな。私は割とすっぴんでやってるよ。うん、AP のお疲れ様。マキマキかエビにかわいい。手の衣装似合ってますね。かわいさ一元、やばみやば。お嬢さんっぽいね。素敵です。髪型かわいい。まだ無敵の暑いから好き。爽やかでかわいい。かけで来てました。いつ楽しかった。かけで来てくれてるんだ、みんな。いや、なんか私のファンの人とか、なんか、え、なんで知ってんのって思ってたの。そう、なんで知ってんのって。そうなんだ、ありがとうございます。うん、誰かが言ってた。誰？明日の朝5時に広島駅で。へえ、そうなんだ。止まってるんだ。へえ。オタク舐めたらあかん。オタクの第六感。噂が。噂怖い。ね、噂怖くない？なんで？だって ST が出るっていうのも ST 側からが告知してないわけで。そう。一応、こう、三菱さんの社員さん、ご家族さん向けのイベントっていうか、向けどっていうのイベントに呼んでいただいてたので。そう、そう、そう、チラシには STU って出てたけど、別にそのチラシを私たちは、うん、いろんな情報を組み合わせて見当をつけたんだ。ああ、今福田あかりは香川県にいるからみたいな。盗聴器とか大丈夫？え、大丈夫かな。ちなみにこれは誰だかにもらったわけじゃなくって、これはうのちゃんとひなちゃんとゲームのイベントに出た時のやつ。これは大丈夫。これは
これ大丈夫。あ、耳が、あ、巻く髪がないです。大丈夫、ウィッグとかあるから最近。おらんかわいいって、朝一に来るかっていうね、っていうかわいいよね。お疲れ様って、ありがとう。セットセブンのこの雰囲気好きね。なんかマイハが、え、なんか6人でね、なんか指ゲームとかしてるのかわいいでしょそう、かわいいでしょ。待ち時間指ゲームとかしてるので、負けた人がこれねとかやってるんだけどいっつもマイハなの、一番最後まで残って負けるのが。で、じゃあ次は一番最初に抜けた人が、そう、あの一番最初に抜けた人が罰ゲームねってやったらマイハが一番に抜けるのかわいいよね。ありがとう、もうたくさんコメントが。お疲れみりん、お疲れみりん、マダム、え、そんなにマダムっぽい、これ。思わなかったけど、そうなんだ。瀬戸セブン公園見たいですね。そう、持ってるねってすごいよね。空気読むとかじゃなくって、すごい違うの、運とかなの。そんなマイハは好き、えへへ。ゆみりんはキャンプとか好きです。キャンプめっちゃ好きなんですよ、私。キャンプしたい、キャンプしたいな。私、うちキャンプ道具が全部あって、毎年キャンプ行ってたんですけど、最近なかなかやっぱり行けなくて、うん、だから STU でキャンプしたいな。キャンプファイヤーとキャンプしたい。うちでキャンプ絶対いいよ、めっちゃ欲しきで。キャンプイベはよえ、でもキャンプイベもいいし、でも一回メンバーだけでやりたいな、そういうの。なんか NMB さんだったらビンゴ大会やったり、 NGT さんもバーベキューとかしてるじゃないですか、みんなで、メンバーさんみんなで。あ、なんかちょっと動きが悪くなった画面の。そう、そんな感じ。 STU もなんだろうな、やりたい、全員で何か。あ、妹はよ、確かに妹さん、もう何かあった時の妹さんだよね。妹イベ、妹に頼むしか。そうだよね、もう妹さん。あ、秋吉台いいよね。秋吉台の、秋吉台にね、キャンプ場があって、うん、そこめちゃくちゃいいですよ。花火大会観覧はよね、花火大会を本当にしたい。そう、秋吉台花火大会、秋吉台の花火大会行きたいな。秋吉台の花火行きたいね、本当に。みんなで行きません、これ。そういう企画出してません。秋吉台ね、そう、なんかバスツアーみたいな感じ、花火大会バスツアー。ルミンかチャイニーに行って、てかスタッフさんとかにめちゃくちゃやってます。船でこれがしたいです、あれがしたいですって。そう、いいですよね。うーん、あ、修学旅行で行った、いいね。うん、カープ11連勝だね。ね、本当にすごいよね、カープ。
カープ本当に本当にすごい。お疲れ様です。ありがとう。恋法ね、恋法。ユニ、怖い話は平気。うん、全然平気。全然好き。怖い話好き。これは嘘じゃない。でも怖い話好きなのは嘘じゃない。ただ聞いてめちゃくちゃ後悔する人。ずっとなんで私聞いたんだろうな、あの話最後までみたいな。夜になってめちゃくちゃ後悔するやつ。あ、トーカさんね、ね、トーカさん行きたかったんだけど、私ちょっと行けなくさげ、行けないわ。残念ながら。ちょっと広島いなさそう。3日間。ユミコー。そうなの。そう、トーカさんっていうお祭りがあって、広島で浴衣女子が超集まるの、うん、それは有名な、めちゃくちゃ有名です。めちゃくちゃ有名、トーカさん。何それ、天国。そう、天国なの。しかも屋台めっちゃ出てるよ。トーカさん確かに6月の123かな、その辺。うーん、トーカさん初めて聞きました。そう、トーカさんってあるんです。いいよ、行きたかったんだけどね、なんか行けなさそう。明日ナナと握手してくる。そっか、よろしく、ナナさんによろしく。全然心の距離は0センチなんで。ユミリンも浴衣で行くの。だから行けないんだって、私。今年は7、8、9のはず。いや、トーカさんは確かね、そうだっけ、違う、その前の週だった気がする。シャーシャー、いや、あー、ダメだ、私789ダメだ。ひー、ダメだ、789ダメだ、ダメだ。公園だね。ナナもね、ちょっとお仕事入ってるの、多分夜までか、夜までか分かんないけど、ちょっとなんかあんまり
終わってトーカさんに行けるような感じじゃないです。そうナノもダメポ。じゃあ船でトーカさんに行きますか。みんなで今日も公園でなっちゃんに会えたいいな。あ、確かに公園来る方とかはじゃあついでにトーカさん楽しんでってください。私たちの代わりにぜひ。いいね、お昼公演とかに入った人は夜さトーカさん楽しんだり、そう、あと前日の昼公演、あ、次の日の昼公演だけど前日から前乗りしてるよって人はじゃあね、ぜひトーカさん楽しんでってください。服持ってないから外出れない。うん、じゃあお布団とか巻いてっていったらいいんじゃないですか。別にそんな服じゃなくていいんじゃない。カーテンとかカーテン巻いていったら。あ、確かに見る方が浴衣で行こう。え、それはめちゃくちゃ嬉しい。それはめちゃくちゃ嬉しい。四国にいるの？うんうん、今広島にいます私。男性の浴衣はどう？まあ、正直に言うとあんまり気にしたことがないです。男性の浴衣は、うん、そっか、ちょっとあんまり眼中になかった。でもいいんじゃないですか、きっと。はい、あんまり、そう、私は浴衣女子が好きなのであんまり男性は見てなかったな。ちょっとごめんなさい。あ、浴衣カップルはいいと思う。うんうん、あんまり男性の浴衣って見たことないかもな。多分見てるんだろうけど、私見てるんだろうけどあんまり覚えてないかな。うん、浴衣女子だってなんだろうな、だって男性が浴衣の時って大体女性も浴衣じゃないですかって時に、うわ私絶対え浴衣女子かわいいってなってるから、うん、そう、男性はジンベエかな。まあそうだね、だから握手会でじゃあ私今度さ握手会で浴衣着るからみんなさジンベエ着てきてよ。そしたら私にジンベエを見せて。そう、よろしくお願いします。一緒にね、ジンベエという方でになりましょう。うーん、8月期待、そう期待してます。私すごく期待してます。うーん、和服はあんま着ないんです。でも私もあんまり浴衣着ないよ、そんな。うん、もう来週探しに行く予定。うん、
いいね。うーん、夢になれんだけど浴衣ジンベエだらけになるってなったら嬉しいな。え、でも私女装してきてくださいって言っても別に女装の列にならなかったし別にね。そう、皆さんが期待してるほど私影響力ないですよ全然。浴衣には髪の毛アップですよね。それなお団子、浴衣のお団子髪、本当にお団子食べたい。うなじーってなる本当にいいよね浴衣女子って。いいよね、彼女が浴衣着てきたら絶対惚れてまうやろってなる。あ、でも惚れてるから彼女なのか。そっか、惚れてた惚れてたわ、もうすでに惚れてたわ。あ、惚れ直すやろうって惚れ直してまうやろうか、いいね惚れたのがマシマシ、惚れマシマシで、惚れマシマシ、惚れてましたねえ。浴衣の時は特にマナーよくしてほしい。あー、それはわかるかも。確かに、なんか浴衣で、浴衣であんまりマナーが、マナーっていうか、確かに浴衣女子は勝手な偏見として、なんかそう、なんかマナーよくあってほしいよね。別におしとやかなのも可愛いし、元気いっぱいな浴衣も可愛いし、いいんだけど、そのおしとやかじゃなくって、でもなんか普段元気な子がなんか浴衣着てちょっとおしとやかになってたら、それはそれでちょっとギャップ萌えですよね。てか浴衣ってなんかあの草履下駄、そのだからだし、あの本当にちょこちょこしか動けないんですよ。待ってーって、だからそれでもうね可愛いよね、それがもう可愛いよね。あー、ここは泣き物姿ギャップ萌えだったよね。で浴衣かわいいよね、カープのやつだったよね。ただ私はすっごい残念なことに、実は身長が高いので、なんかあんまり普通サイズの浴衣を着るとあんまりここが持てないんだよね。このよくちょっと燃えそれじゃないけど、ここを持ってるじゃないですか。私は一回うしょってやらないとあれができないんですよ。普通にこの辺まで出ちゃう浴衣の上布が、うん、そうなの。だからなんか、うん、浴衣が似合うちょっと背が低い女の子とか、ちょっとダボダボに着てるのとか可愛いなって思う、うん、オーダーメイド。そう、
なんかでもだから衣装とか ST の衣装とか AKB さんの衣装全部腕長くしてもらってる。だいたい袖丈足りなくなっちゃって袖足してもらうことが多い、うん、多分世界が私の腕の長さについてきてないんだと思う。わあ、iPhone ってなった。ポン。そう。なんか、そうなの。なんかこのレッスンの時もね、1,2,3,4,5,6,7、あ、ちょうど人数分だ。あ、ってなってたみんなで。そうなの。なってた。そう、ドライアイじゃなくってね、なんか目が痛いんだよね今日。固まった？私が動いてないだけかな。うーん、ヒーハー。今日はお風呂にゆっくり入って寝よう。たくさんいいねとかでありがとう、返信。なんかでもツイッターっていいよね。なんでかっていうと、ショールームのコメントって流れちゃって結局どんなに読み返しても最初のコメントとかってもうログが残ってないわけで、ログこのシャーってやってもなんか最初のは残ってないの、途中からなの。なんだけどツイッターってなんか別に私がお風呂にゆっくり入りながらも全部見れるし、そうそうなの、流れるからいい時ある。まあそうだね、確かに。だからそうそうなの、だからツイッターっていいよね、いいよねって長所と短所あるよね SNS って。そうだから私もそれを把握したいし、皆さんもちゃんと把握してほしいかもね。ツイッターの頃ショールームのコメントはすぐ伝わる。あ、そうだね。うんうん。そう、消え去るのがいいのよ。まあそうだね、確かに。滑った時は早く流れてほしい。あ、ツイッターは消せるのがいい。いや、消しても私が読んだ後だったらもう私の、私にはもう消しても意味ないからね。うーん、いいね、はいちゃんコメント流れるの早いもん。そうだからそうなの、なんかだからコメントが全部読まれるとは思ってほしくないし、なんか時々コメント読まれないもうプンスカプンってなる人いるけど、いや読まれるのは当たり前じゃないからって思っちゃう。別に確かに、そしたらツイッターだったら絶対読むしさ、福
公平じゃんって思うかもしれないけど、そうだよ、不公平だよ。別にツイッターだと私は配信でも読むし、なんならお風呂でもう一回見返してるんだから、読まれるときは2回3回あなたのコメントを見ますよ。でもショールームだと本当にタイミングだったり運だったり、あなたの書き方、読まれないでニヤってするときのが重い。そういう人もいるんだ。そうだから別にそれは別に不公平とかじゃなくって、なんかそういうもんじゃない？ SNS ってって思う。うん、相性、そうだね、相性もあるかもしれない。スルーが当たり前。そうだからよくそんなコメントスルーしたらいいよって言われたりするけど、なんかね、別に書くなってわけじゃなくって、まあ、できれば書いてほしくはないんだけど、なんかそう読む方が悪いよって言われると、じゃあ私はコメントに対してずっと一人でモヤモヤしないといけないのかなって思うとちょっと悲しかったりする。そう、大人だから分かっております、ありがとう。でも大人がみんな分かってるわけでもないのよ。うん、SNS 遊びな。ありがとう。遊びます。遊びますね。じゃあなんか遊ぼう。見た目は大人、大人は変わらない。そう、これはね、そうでもこれはねツイッターにアップしたいけど、ただこれタクシーの中で撮ってて、この時タクシーは止まってるからまだシートベルトをしてないんですけど、ただそれが伝わらないとちょっと怖いかなと思ってやめます。なんか見た目は大人、この面白さはちょっと伝わる人には、そう、そう、私はこれでめちゃくちゃずっと爆笑してた。そう気使うねって、そうちょっとやめます。でもまあこの人、ここの方々はそれを私が今口頭で伝えたから知ってるじゃん。でもわざわざこのツイートの文章欄に、この動画を撮った時はタクシーは止まっていたのでまだシートベルトをつけていない状態ですって書くのもなんかちょっと面白さが半減しちゃうじゃん。そうだから、でもなんかそういうのを気軽に見せれる場所なんだよね、私にとってショールームって。なんかそうなの、そう、
ショールームしかね、ショールームね、いいよね。この前、1ヶ月前かな、なんかお仕事の合間に歯医者に行かないといけなくって、そう、それで、まあ、歯医者に行く前にちょっとだけ渋谷に行ったんですよ。そしたらなんか、で私その時なんかよくわかんないけど、もう忘れちゃったけど、めっちゃ落ち込んでて、あーみたいななってて、だからまあ一人でブラッと渋谷に行こうと思ったんだけど、そしたらなんかパレードみたいなのをやってて、渋谷でなんかすごい虹色のなんか旗を持った人とか、なんかすごいなんか車になんかパレードみたいなのがこう行くときに、あいあとにめっちゃ何百人も人が、危ない人たちとかじゃなくて、そういうなんかイベント、普通にイベントをやってて、そうめっちゃ楽しかった、見てるだけで。いや、ゴールデンウィークの前、ゴールデンウィーク、いつジュディって書いてる、でなんかあなたはそのままでいいよみたいな看板持ってる人とか、ああうーん、あ、渋谷の歯医者さんじゃないんだけど、そうなんかすごい勇気づけられました。LGBT、 へえ、そうなんだ。でもすごい素敵なあれでしたよ、更新でした。へえ、そうなんだ。すごいね、見てるだけでね楽しかった。そうなんか渋谷ってすごい明るい街なイメージがあって、だからそうなんかそう行ってみようと思って、別に何を買うわけもなく行ってみた。うーん、いい時に行ったね。ね、いい時に行った。リンが東京で一番好きな街はどこ？私ね、なんか渋谷と原宿しか場所と名前が一致しなくって、よくお仕事で東京行ってるじゃないですか。でもなんか自分が今どこにいるのかが分かんなくって、なんか分かんない、今どこなのかが分かんないんだよね。あ、秋葉原にいる時も分かるぐらいしか分かんない。他いっぱい行ってるの、他いっぱい行ってるんだけど、なんか分かんないんだよね。
あ、エビスガーデンプレイス時計広場は分かる。1時でも私はエビスは時計広場しか知らないし、なんならそこ以外に行ったとしても知らない、そこがエビスだったっていうことを、うん、分かんない、そこしか分かんないな、だって別に東京タワーが 何区にあるとかスカイツリーが何区にあるとかも分かんない、別に今コメントで何区だよって言われたとしても、うーんって感じ。だって東京にいたらさ、なんかさ、いろんなところからさスカイツリーもさ東京タワーも見れるじゃん。あ、近くにあるんですかって言ったら、うん、隣のなんちゃら区だよとか言われても、じゃあ今ここはどこみたいな、ここはどこえみたいな感じになる。まあでもよくスカイツリーとか東京タワーとか見て、あーってまだなる人まだね、まだなる。スカイツリー、スカイツリーは最近見ないな。だとしたら私の最近の行動範囲は東京タワーが見れるところだったんだと思う。そう、東京には空がない。空はあるけど、ただなんか空がないっていう意味もわかるなって思います。なんか東京はビルが多くって、ココアと言ってたのがスパイダーマンを追いそうみたいな、なんかビル、高い建物が多いから上の空は見えるけど横に空がないの。でも私の知ってる山口はあの横も空なんですよ。180度空なの。別にそんなどこに行ったとかじゃなくって、だいたい180度空、うん、なんだよね。だからうん、だいたい横見たら山空山空田んぼみたいな感じ。私はでもね、それがすごく落ち着く人だし、それが好きな人なんで、別になんかそう、それが普通。そうだね、だからマンションとかもあんまりないかな。友達はだいたい一軒家ですね。なんか私の親友、中学校の時すごい仲良かった子が一番近いんだけど、家がそれでも歩いて10分ぐらいなのかな、なんだけど、なんかはめっちゃジュースこぼしてるで、なんかそこのこの家がちょっと高いところにあって、そこがねすごい好きなんだよね、あ、2万人ってありがとう。でも惜しかった、16分超え。私なるんだよこれ。
カエルの鳴き声ね、するよね。いいパッチン、ありがとう。そう、雨の音なの、これは。私の好きなアースダンスっていう曲があって、吹奏楽の曲で、こうやってってやってね、あ、これを、これが、これが雨の音なの。タララーダラララタララ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 あ、そう、膝叩いてる、これ。膝がある、ここに。そうなんです。で、私がこれができる理由は、その曲で、なんかね、これも、なんか楽器ってすごいおしゃれで、英語で書いてあるの。指パッチンをしてくださいって、なんか。ハンドクラップはこれじゃん。じゃなくって、なんか書いてあるの。なんちゃらかんちゃら。なんちゃらみたいな、この指パッチンしてくださいって。そうで、なんかみんなできるのね、なんかみんなが、だからその曲に参加したいから、指パッチンも楽器だけじゃなくって、そう、あ、そう、フィンガースナップ、そう、だからめっちゃ練習してたらできるようになった。あわざできる、そこまで叩かないよ、こんぐらい、別にバーンみたいな感じで叩かないから、あの、だから一人がこんぐらいピチピチやっても、これは一人で演奏する曲じゃないから、そう、何十人もいるから、そうパーカッション、んー、ピチピチ中は楽器はこうしてる。サックスは首からぶら下げることができるので、こうやってで、膝に置いて安定させて、そうだね。あとはなんかパーカッションが、この曲の途中にパーカッション、ティンパニーっていうちょっと音程のついた大太鼓みたいなのがあるんですけど、それとか、まあ、大太鼓、スネアドラムとか、まあ、小太鼓とかが、大太鼓、バスドラムっていうんですけど、バスドラとかいろんなパーカッションがやってる時にみんなでパッみたいな、チャンチャラチャンチャパッみたいな感じでやったりとか、結構楽しい曲だった。そうそう、ね、なんかね、今日ね、めっちゃね、右手が痛いの。ティンパニっていう、なんか、そう、なんかここ、腕が、なんだろうな、関節抜けそうな感じ。今日、そう、踊ったから、続きなんだってやったからかな。そう。なんか肩じゃなくってここが痛い、投げすぎ、やっぱ11連勝しちゃったからちょっと傘がない。
ティンパニーっていう足の踏み方で音程が変わっちゃうんですよ、うん、アフリカンシンフォニー演奏したことあるよ。運動会でよく演奏するよね。ダーンダダーンダーンダーンワイルマ知ってる曲だ。そう、高校野球の定番やねって。あー確かに高校野球でも吹くね。うん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 、ありますね。タンタラタンタタンタタンタンタタンタンタン。わあ大胆。そう、声が聞こえる。多分ね、音との外なのかな。うん、なんちゃんねる内緒。え、おいオリジナル曲やってすごい素敵じゃん。誰が作曲するんですか、そういうのは。素敵。ここは甲子園。あー甲子園で演奏はねしたことないんですよ。うん、青春ですよね本当に。うん、夢に乾いてありがとう、ありがとう。フォローされた、ありがとう。フォローだけはね通知が来るの、ビーって。ありがとうありがとうありがとう、ありがとう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 。うちの高校甲子園も全国吹奏楽コンクールも出てる。吹奏も全国行ってて、甲子園も行ってるって言ったらもう結構絞られちゃいますよ。もう大阪の高校だったりとか、あ、2、3個しかないですね、大体。はい。そう。買っちゃいますね。関東の。高校だったりとか。うーん逆にアイドルに特定される。あ、吹奏楽部マーチングになっちゃった。あ、マーチング私もやってたよ。1等2等3等4等ってやってた。ちょっとだけやってた。引っ越しちゃったからあれだけど、うん、名古屋のセンチュリーホールになっちゃって寂しいね。本館がね、使えないからね、うん、ないからね、うん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 、へー。そう、センチュリーホールは行きました。
そうなんでちゅか。そう、あ、そうだね、ランキングを見ましょう。あ、不問感世代。そう、私はギリギリ不問感じゃないんですよ、本当にギリギリ。第13位が大先生さん、ありがとうございます。第12位が鳥田さん、ありがとうございます。第11位が置いてます元気さん、足ざく女神、ダンス輝いてた、やっぱりユミコ好き、ありがとうございます。第10位がゴーセブンさん、今日のお団子ハーフアップかわいいよ、ありがとうございます。第9位がスランプくんさん、今日の髪型素敵、好きです、似合ってる、ありがとうございます。結局シュシュつけたけど全然見えずありがとうございます。第8位がユミコはいつでも世界で一番素敵、好き、本気で恋してるマン、ありがとうございます、ありがとう、優しい。第7位が癒し計算7並びユミの奇跡になって、おー、すごい、おめでとうございます。奇跡だね、それは本当に、ありがとうございます。たくさん七並べしていただいて。第6位が力也さん、今日も髪型、今日は髪型も似合ってて大人っぽくて魅力的、ありがとうございます。第5位が西宮の米さん、令和はよいしょ、でよいしょ、令和はユミリンと共に、ありがとうございます。ユミリンと共によろしくお願いします。第4位が、あ、今日も会えて嬉しかった、大好きマンより、わー、ありがとうございます、ありがとう、大好きマン、大好きマン、ありがとう。第3位がケンケンさん、ケンケンと申しますものですさん、ありがとうございます、ありがとう。第2位がニャニャトシさん、今日のパフォーマンス良かった、ありがとうございます、タワーもありがとうございました。そして第1位がマーボーさん、明日予約、予約会えるから崩壊止まらない、おー、で明日お待ちしてます、今治でお待ちしてます、ありがとうございます。 2万2000人の皆様、今日も最後までありがとうございました。明日もね、多分配信はできるかな、あんまり期待はしないでください、その代わり期待はしないでください。でももしできたらします。明日は初の夢になっちゃったよ、ごめんなさい、もう微妙なところで。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆめりん、おやすみなさい、バイバーイ。